おはようございます。直樹です。今日は定期試験の最終日である、福祉大生の過ごし方をね、ご紹介します。まあ紹介するまでもないですが、なんとかね頑張っていこうと思います。まあそれではねよろしくお願いします。定期試験は2時からなのですが、私はね3時間前に早く着きました。まあ早く来たことによって吉と出るか凶と出るかまあわかりませんがカフェテリアに向かいます。今日はね晴れているので服装をね間違えました。テスト最終日であれば今日は、2科目あります。まず社会保障論の試験勉強をやりますが、昨日ね一生懸命やったんですよ。まあルーズリーフ見たらね分かると思うんですが、結構自分なりにねまとめました。社会保障論ね前期もやったんだけど、結構ね難しかったんだよね。先週科目を落とすと実習にね参加できないから、まあ、頑張ろうと思います。試験勉強は疲れたので仮眠します。おやすみなさい。全然ね頭に入らないんだけど、試験のね20分前になったんで、そろそろみんなで移動するわけですが、みんなもねなんかテスト嫌だって言ってましたね。まさしくねまあその通りなんだけど、まあテスト受けないとねまあ単位取れないから、まあ怯えながらね、頑張ろうと思います。みんなで頑張ろうね。今ね社会保障の、ね、試験が終わったところですが、ちょっとねこれ危ないかもしれません。性格を覚えたのに度忘れしたり、うまくテストに向き合えなかったです。もしかしたら単位をね落とすかもしれないので、まあちょっとね怖いですね。直樹チャンネル。次は関連職種連携の試験です。試験まで約1時間に、ね、あるのですが、友達からね過去問をもらったので勉強してるのですが、過去問あるとねありがたいですよね。だって過去問ないと勉強できないからね。大抵試験終わったらねまあ問題用紙も回収されるんですよね。まあけどね、今回過去問あるから勉強しやすいです。何かわからないけども自信があります。まもなく試験が始まりますが、こちらは大きい会場で試験がありますが、施設席ということで私は一番後ろに座っています。一番後ろはね初めてです。さて試験のね、電源を落として試験に挑みたいと思います。試験が終わった頃にはねもう暗くなっていました。これで全ての試験が終わりました。あとはね、最終があるかないかを祈るだけですが、結果はね、待ちたいと思います。皆さんね、試験ね、お疲れ様でした。試験終わったので、これからみんなでね、ご飯に食べに行こうと思います。というわけです。早くみこ、ふつまいと思いました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは、さよなら。あれ？